今やフランス格闘技界で最も有名になった男、ジェロム・レバンナ。そして国境を越えて有名になった男、アーネスト・ホースト。唯一のテクニシャンってことですね。その華麗なファイトがですね、もう本当浸透してきて、もう人気ありますよね。第1ラウンド、アーネスト・ホースト対ジェロム・レバンナ。もう何とも言えない、実現できないんです。それがしかしこうしてね、日本の横浜の、これ最高の戦いですよ。オランダの本当に対決ですね。あっと、これはダウンではありません。場内がちょっと何とも言えない、その一時期スランプがあったんですが、このジェルム・レバンナという男、ジムもアトランタオリンピックヘビー級のフランス代表のクリストフ・マンディとスパーリングに熱心に取り組んできたという、そんなことを本人語ってくれました。自信つけてますね。ISK チャンピオン取ってから渡るからよ、本当戦う最高技というか、パワー対テクニック、それに対してですから、アーネストできた、ようやくアーネストホーストは今日の計量では 94.4kg、 この辺りがベストだというのは、もうテクニシャンらしく似ていて、反撃のチャンスを伺っているということなんでしょうか。ダウンではありません。ただパワーのジェルブレマンの対テクニックのホースト、これもダウンではありませんね。20kg 近く違うわけなんですが、ジェルブレマンの方が体重があるわけなんですけども、常にこういうファイターとアーネストホーストは戦ってきましたので自信があるはずです。効いてますよ。しかしやや、パワーに勝り進めているのか。ホーストといえども、スカティックのパンチを打ってますよね。そうですね。久々になんかホースの危ないシーンを見たって感じで、ある意味じゃ、ピーター・ハーツと話がありましたが、果たしてスタートどうでしょう。スピードがありますよ。これもダウンではない、ダウンではない。これはやっぱジェルム・レバンのパワーがあるということなんですね。はい、その圧力ですね。ジェルム・あのね、右のローキック気をつけたほうがいいですね。先ほどから出てますね。これですね。左のローを返す、そこへに筋肉のついてない、膝の付け根ような形でね。そうです。とても効いてる。うわー、効いてます、効いてます、効いてます、ジェルム・レバンナ。さあ、ホーストどうする。ガンダの上からの招待力がある。これは命見られという形。いや、でもそしてサウスポースタイルオールか。しかし左ストレート返してはきますけども、ちょっと威力がないのか。いやいや、気になりますね。こんなホースト見ると久々ですね。K-1 グランプリの準決勝でのアンディ・フグとのエクストラ2ラウンドの、あの時以来の苦戦かもしれませんね。さあ、ボディアップを狙ってきます。さあ、そしてローキック、自ら尻もちなんだ。ホースト少し話が滲んでいるのか。ロープに追い詰める、青コーナーを追い詰める。さあ、追い詰めたか、ガードの上から、ボディー顔面へ、右だ、右だ、スピードスピードダウンです。なんと、ホーストがえらいことになった。タッチしているレフリー以外は試合を続行させるか、歩いてこいと。ホーストは最高だったんです。それ以上にジェロムが最高だったんですね。いや、アーツがやっぱり、今度ホーストは本当に面白いですね。全くもって一言で言うならば、えらいことになったと、こう申し上げ、横浜アリーナ大観衆、息を呑むとはまさにこのこと。ジェロム・レバンナ、
足を気になりますね、右の右足を、1ラウンド残り時間が順位なくなってきます。ハイキックも軽くかわして左ストレート、ゼロムネバンカ、第1ラウンド終了間際、ホーストがやはりこの右足の状態が相当、ちょっとバン、あーっとタオルを投げました、ヨハンボスがタオルを投げた。終了時点でホーストが棄権、ゼロムネバンナが優勝、グランプリ制覇への着実。Go, go, go, go!